高尾の中野市は、鹿児島県泉市高尾の町で悲願に行われる市。高尾のをらがなにして、高尾の中野市とも書かれる。高尾の中野市、川辺物日市、カジキ初市と並ぶ鹿児島県三大市の一つで、毎年春分の日と、その翌日に二日間開催される。地元では、市と一を引っ掛けて、二日目の市のことを中野にと呼ぶことがあり、 高尾の町周辺を含む出水平野に春の到来を知らせる風物詩となっている。開催当日は必殺オレンジ鉄道の高尾の駅前、交差点を中心に広範囲にわたって歩行者天国になり、苗木、花木、雑貨、飲食等などを含む約300の露店が並ぶ。店内外から10万人以上の人が集まり大きな賑わいを見せ、 駅近くの特設会場では、高尾の氷録太鼓や野田郷自松太鼓などの演奏や、ジャンボそばの早食い競争などのイベントで盛り上がる。以前は同じ日に、市備神社で祭事が行われ、鈴掛け、馬の馬引きも行われていた。別名、蕎麦市とも呼ばれ、様々な店や各家庭で作られる名物の手打ち田舎蕎麦が有名で、 来場客からの評判や人気が高く、蕎麦の食べ比べをする来場者も多い。また、日殺オレンジ鉄道の利用者には、先着500名に蕎麦割引券が配布される。かつては、毎年1回2日間のみの開催であったが、2015年9月23日に、鶴の町商工会設立10周年記念事業として、秋分の日に初めて、高尾の秋の中の市が開催された。 開催時は、高尾野町一帯の道路が広範囲にわたって、通行止めになるため、マイカー利用者は特設駐車場に駐車して会場まで歩く形となる。鉄道を利用すれば、駅前からすぐに会場に入れるため、沿線の必殺オレンジ鉄道を利用して会場に向かう、来場者も大変多く、最寄り駅である高尾野駅は混雑ピーク時には、駅構内やホームに乗客が入りきれないほどの、 大混雑となる。そのため、必殺オレンジ鉄道でも、駅前やホームに、出殺窓口や改札、修札、案内誘導の係員を臨時に配置したり、臨時列車を多数設定して、列車を増発することで対応している。江戸時代から続く伝統的な歴史の古い市である。もともとは、古くから開催されてきた備神社の祭事に、いつしか露天の市が立ったのが、始まりとされ、 当時は山菜と海産物などの物々交換を行っていた。交通手段の発達していなかった昔は遠方から泊まりがけで親戚縁者がこの市に集まっていた。初日は遠方からの来客者が市を楽しみ、地元の人々は各家庭で特産の蕎麦を手打ちしてもてなした。この伝統が蕎麦市と呼ばれる由来となっている。 高尾の中野市実行委員会事務局0996821065ありがとうございます。